大体いつも一1人でいて <laughs> 途中で帰ってきちゃう子だったらしいですね幼稚園とか勝手に、うん、でなんか家で暇なんですよね幼稚園って途中で帰ると1日がめちゃくちゃ長いじゃん子供の時って、うん、だから半紙があったんですよ習字の半紙が家に、はい、でこれを部屋家中に引き詰めてみようと思って、はい、引き詰めてたんですよ1人で1枚ずつ。ええ したらなんかあの途中で帰っちゃったことに幼稚園の先生が気づいて迎えに来たんですよ俺のこと、はい。したら俺が半士を部屋中家中に引き詰めてるわけですよ、うん、階段とか今とかに。でねなんかその後なんかちょっとした病院に連れてかれて絵描 <laughs> かされましたけどね。